今回は、アムロ隊員の新しい機体です。に対するみんなの反応集。ではどうぞ。コロニーを一発で破壊できるほどの威力を持つビームライフルを装備しているほか、搭乗者を補助する機能として戦闘予測システムを搭載しております。これならサザビーと対等な勝負ができると思いますよ。じゃあ無視してアクシズ落とせるやん。各パルスエンジンを狙撃できるな。じゃあはそれからでいい。カトルの頭脳というか、宇宙の心、へのアクセス能力が大体ニュータイプ能力だから、アムロだとゼロシステムいらんやん。ゼロシステムは切っておけば問題ないな。厳密に言うと、いらないのではなく、あってもなくても問題ない、が正解。ニュータイプ能力の方がゼロシステムの上位互換の性能持ってるからアクシズもでかいし一発ってことはないかもだけど、まあ3発でも撃てば粉砕できるっしょ。むしろアムロはハロとか作っておしゃべりしたりしてたし、ゼロシステムとはハンガーにいる時に色々会話し始めるかもしれない。戦闘中は意見聞かねえ、黙ってろ。する俺が困った時だけは有益な情報だけはよこせ。してきそう。ツインバスターライフルは取り回しが悪い上に明らかに過剰火力だ。通常のライフルとバズーカを頼む。あとゼロシステムがいちいちうるさいから切っておいてくれ。出たな、アニマンアムロならぬガノタアムロ。ちなみにツインバスターライフルは出力を調整できて、ちょっと威力高めのライフルとしても扱えることを教えておく。さらにゼロシステムは戦闘予測だけではなく何かのデータベースにもアクセスできる模様。何これ。でかいはでかいが、ウィングゼロのパワーなら取り回しも問題なし。出たな、了解したぜヒーロー。その上でライフルとしてはでかいから取り回しが悪いと言ってるんだろうし、アムロというかニュータイプエース全般のモビルスーツ使いの荒さを考えたら、ショートバレルのビームカービンとかの方がお気に召したかもしれないね。FT 内容も含めると、ドクター J が若い頃に開発した特許の電子チップは AC 世界の家電類から軍事物まで幅広く利用されていて、それらの専用ネットワークがあって、ゼロシステムはそれにアクセスして情報取得や大規模な演算場として利用してたりする。バスターライフルみたいな長さのやつを携帯して戦ったことはないしな。アクシズ落とせるのに捨てるの意味わからなくね。要するにベイダーのターミナル的なものでもあるのね、ゼロシステム。キャッチャーの勝利条件はシャアに勝利ではなくアクシズ落下阻止だから、シャアもろともアクシズをツインバスターライフルで粉砕する方が早いな。バスターライフルは別に手持ちでなくてもマウントはできるからな。状況を考えるならアクシズを個人で破壊できる可能性がある装備ならそれはそのままというか大歓迎でしょ。イヤニューのライフルも割とでかくね。少なくともバスターライフル系統とそんなサイズが違わないぞあれ。むしろツインバスターが威力の割にコンパクトすぎる。ゼロ本体が15メートル前後の小型モビルスーツサイズだから、22メートルのニュー基準だとツインバスターライフルはそりゃ小さい。もしかしてついでにサイコフレーム積んじゃう。取り回しのいい小型ライフルに変えて、ツインバスターライフルは必要な時に母艦から射出される形式にすればいいかな。だからバスターライフル自体が UC だと取り回しがいい側になるのよ。ちなみに、今の設定だとツインじゃない方の元のバスターライフルの最大出力がほぼ放出時間が短いだけのサテライトキャノンだったりする。威力でかくなってね。というか、ツインバスターライフルの取り回しが普段使いとしては微妙にクソというなら、このようにより取り回しに勝るメッサーツバークの方を普段使いにすればいいだけだからな。いや、ドライツバークつけてるやんけ。ま、最近はワラ系はドライツバーク込みになってくるところもあるから多少はね。ドライツバークついててもツインバスターにはかなわんから。なーに、ツインバスターの方にもドライツバークバスタードッペルトをつければ安泰じゃ。ドライツバークバスタードッペルトを装備した上で、ガンダニウム合金の原材料となる GND 原石の塊である、かつて外宇宙から飛来した隕石が眠る月のエイト剣盆地を一撃で完全消滅させた挙句、月の形を大きく変えてしまったのだ。
1990年、ガンダムウィング本編が開始される5年前、今は歴史から抹消された第二次月面戦争時代の話である。大半のウィング映像だけ見てる人が本当に知らない話出してくるのは反則すよね。それウィングの平常運転じゃないっすか。要はハイパーメガバズーカランチャーでやった作戦をツインバスターでできるってことだよな。プロトゼロ初号機が完全手動マニュアルでバルジの飛行中枢に長距離精密狙撃なし得てるから、このようにより取り回しに勝るメッサーツバークの方を普段使いにすればいいだけだからな。アクシズの推進部分をラー。カイラムから出たらそのまま最大出力で大雑把に狙うだけでいい。アムロって状況に応じて使えるものを使うから、この場合ツインバスターライフル自体は欲しいと思うの。ゼロシステムハマーいらんよな。ツインバスターライフルの射程次第ではアクシズのノズル狙撃できそうだな。上でも書かれてるけど、宇宙の心へのアクセスに相当とするニュータイプ能力がそもそもゼロシステム上位互換だからね。イメージトレースによる他社の脳内技術インストールとか、分散コンピューティングとビッグデータアクセスによる未来予測演算とか、そういうのもニュータイプとかは普通に元の生身の状態で備えてるのでいらないし。何？それではスパロボマジックでベイダとゼロシステムがツインドライブする必要はないのか。単独でもベイダ機能を確保していると。ウィング世界はコロニーの素材も含めた物理法則が違い、8トンのウィング0で70トンのサザビーと戦うのは無謀すぎないか。多分全力のツインバスターライフルでも宇宙世紀のコロニーはびくともしないだろうし、そんなにでかかったっけって思ったけど、思ったよりでかいな。単独でできる機能があったとしても余裕ができるのはいいことだから意味はある。作中でも同システム同士で演算の限界が出てる。より精度の高い演算をさらに短時間で処理できる。厳密にはゼロシステムとニュータイプの余地は似て非なるものなんだが、いずれにしろいらんよね。ちなみに G ジェネ、特に昔のやつだとサイコミュ系に近い扱い効果のアビリティだったのもそういう理由。自分の先読みと機械演算の出力内容を比較できるのはいいと思う。自分のほぼ正確な位置と機械のあらゆるパターンで心で嘘をつく相手だとしても潰しがつく。問題は頭の処理が追いつくかどうか。あとはニュータイプは相対してる相手の数手先までの時は待った状態でも戦場内の出来事今までだから数日数ヶ月先まである程度見えるのは悪くない。システムコピペできるからブライトにでも使わせた方がいい。ゼロシステムは現世の機械を大量に使った予測演算や、同じく現世の機械を大量に使って集めたビッグデータによる算出。ニュータイプパワーや宇宙の心へのアクセスは宇宙の上位次元に存在する全体アカシックレコード。宇宙の心へとアクセスしてそれを使ってのより大規模な予測演算やビッグデータを使った算出。原理的には同じだけれど、後者は前者に比べて存在規模が格段に違うので、出す結果もより洗練されて暴走も少ないわけだな。武器の取り回し問題解決すんのか。一撃の威力がクソヤバいツインバスターライフルを状況に合わせて敵に運用すればめたクソ使える。ベルチルだと排入ガラー、カイラムから長距離砲撃しようとしてなかった。あいつらが軽いのってメタ的には F91V からの流れで、まさかモビルスーツ同士で相撲やるわけでもないんだから、普通にやり合うとゼロブスサザビーは F91 の最初のサッカー対決になるだけだ。コロニーに関しても AC トーラス型と宇宙世紀シリンダー式だと比較的に堅牢なのは前者だよ。第一どういう理屈なんだ。これが、外宇宙より飛来した謎の隕石 GND 原石を使ってるナチタニウムと合わせて生成されたガンダニウム合金の力だ。宇宙から飛来した謎の隕石という経緯から、おそらくこの原石は存在としてはガンダム界のビブラニウム的な何かだと考えられるが、ハイパーメガライフルって結構なサイズじゃなかったけ。ゼロシステムは膨大な予測データを脳に一気にぶち込んで実質的な未来予測をしてるけど、
アムロはニュータイプ能力で相手の心読めるからもっと直感的かつ確実な未来できるんだよな。アクシズラクの対策でバスターライフルは必須だけど、それはそれとしてシャアを始末したりたどり着くまで間に使う通常ライフルとバズーカは欲しいよね。GM ライフルビットにみたいなライフルとバズーカー用意してハリネズミのようなフルアーマーウィングゼロにしよう。飛び道具がバスターライフルとマシンキャノンだけじゃ段が足りんよな。通常ライフルは連射も効くメッサーツバークで、バズーカはツインバスターライフルの低出力モードで賄えるやん。心で嘘をつく可能性もあるので、それだけに頼ってはならぬ。そいつが未来で死んだ後に取り込まれた全体にアクセスして、そこからそいつ自身の騎士官を拾い上げるガチの未来体感をするのじゃ。何それ知らん。こわ、そもそもカトルの宇宙の心が中身知ったら、何それ知らん。こわ、枠なんだよね。やばくない。ニューミューイングゼロのバスターライフル持たせればいいよ。ニューの方が 1.5 倍くらいでかいからちょうどいいくらいだろう。ニューガンダムのライフルも敵が艦砲射撃と誤認するいの高出力ではあるからな。そりゃ大型にもなるか。なんならメッサーツバークでバズーカくらいの威力までは余裕で賄えるし、それが左右の2本と予備を合わせて合計で6本装備されてるんだよね。そしてそこに追加でツインバスターライフルが来る。やばい。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。